森本隆之、森本隆之、森本隆之、1988年5月7日隊は、神奈川県川崎市宮前区出身のプロサッカー選手。J リーグはビスパ福岡所属。ポジションはフォワード。元日本代表。2004年、ベルギージュニアユースに所属していた際に、オズワルド・アルギレス監督、当時によって、トップチームへの帯同が許可される。 中学卒業直前の3月13日、J リーグ公式戦のジュビロ岩田戦、アウェイに後半6分から出場。当時 J リーグ史上最年少の15歳10ヶ月6日で公式戦出場を果たした。デビューから第7節までの出場6試合、先発4試合とリーグカップ出場1試合、先発はいずれも無得点だったが、5月5日の第8節のジェフ市原戦。 味の素スタジアムで途中出場から決勝点を決め、15歳11ヶ月28日という J1 最年少得点の記録保持者当時となった。その後、シーズン終了までに計4得点を挙げ、同年の J リーグ最優秀新人賞を獲得。これも史上最年少16歳での受賞となった。翌年の2005年3月19日には、 J リーグ山崎ナビスコカップ予選、川崎戦、味のもで、ナビスコカップの史上最年少ゴール、16歳10、1ヶ月12日も記録した。しかし、この年チームの成績は低迷し、J に降格を経験した。2006年7月23日、イタリアセリエ A に昇格したカターニアへの1年間の、レンタル移籍が決定。移籍後しばらくの間は、 ユースチームでプレーしていたが、そこでゴールを量産したことが認められ、12月3日のアスコリ戦で初のベンチ入りを果たした。2007年1月29日、日本時間アタランタ戦の後半39分から初出場し、後半43分に初ゴールを決めた、出場、ゴールともにセリエ A 日本人最年少記録。 3月6日の練習中、左膝前十字陣体断裂の大怪我を負い、シーズン残りを棒に振った。6月17日、代理人のジョバンニ・ブランキーにはカターニアへの完全移籍が完了したことを明らかにした。2007年8月26日、シーズン開幕となるパルマ戦で自身初スタメンとなり1ゴール、1アシストを記録。怪我からの復活を果たしたが、 このシーズンのリーグ戦でのゴールは、この1点のみにとどま。シーズン後の2008年8月には、北京オリンピックサッカー日本代表メンバーに選出。2試合に出場したが活躍を見せられず、チームも参戦全敗で、グループリーグで敗退した。2008年12月、カターニアが森本との契約を2011年6月末まで延長したことを発表。 2008年最終戦となる12月24日のホームでのローマ戦では初のドッキーエッタ1試合に得点を達成。マンオブ・ザ・マッチに選ばれ、その節のベスト11にも選出された。2009年最初の試合となったアウェーでのナポリ戦では、前節での活躍から初めてキャプテンを任されたが、試合には1から0で敗れた。2月8日、ホームでのユベントス戦で1得点を挙げた。 日本人選手で、ユベントスからの得点は、元日本代表の中田秀俊以来、3月1日、アウェーでのパレルモ戦、シチリアダービーでは、前半だけで1ゴール、1アシストの大活躍を見せた。結局、このシーズンは、リーグ戦23試合出場で7ゴールを記録し、飛躍の年となった。2009から10シーズン開幕戦の2009年8月24日の、 サンプドリア戦では自身二度目となる開幕戦ゴールを記録。カターニアでの活躍が認められ9月のオランダ遠征で A 代表に初選出されたが、左太ももの違和感のため辞退した。翌月には再び日本代表に選出され、10月10日のキリンチャレンジカップスコットランド戦で代表デビューを果たした。続く10月14日の東戦では代表初となり、 相手 DF を背負いながら反転して、シュートを決めて、代表初得点も記録した。しかし、その後はチャンスこそ作るものの決定機でシュートを GK、当ててしまうなどスランプに陥り、クラブで4ヶ月得点が奪えず冬に加入した。アルゼンチン人、FW マクシミリアーノ・ロペスにスタメンを奪われ、出場機会が減った。2010年6月に、 南アフリカで行われた 2010FIFA ワールドカップの日本代表メンバーに選出されたが本大会での出場機会はなかった。2010から11シーズンは出場機会に恵まれず、ほとんどが途中出場となり12試合1得点と低調な成績に終わった。2011年1月からは東証ディエゴシメオネの下で指導を受けた。しかしシーズン終盤には 移籍を希望した。2011年7月11日、出場機会を求め、この年55年ぶりに、セリエ A に昇格した、ノバーラカルチョへ移籍した、契約は、カターニアとの共同保有。9月17日、第3節カリアリ戦で移籍後初得点を決めた。9月20日、長友優斗との日本人対決が実現した第4節、インテル戦では、 pk を獲得するなどに得点に絡む活躍で、チームのリーグ戦初勝利に大きく混した。しかし、チームは低迷し続け、森本自身の調子も加工気味になっていく。さらに、11月に、右膝半月板損傷により、約3週間の離脱が発表された。2012年1月、キエーボへの期限付き遺跡が報道されたが、メディカルチェックでパスできず、 遺跡は破断になった。その後、なかなか出場機会に恵まれず、チームも2部に降格した。2012年6月22日、ノバーラの公式サイトで2年ぶりとなるカターニア復帰が発表された。しかし、カターニア復帰後も度重なる怪我に泣かされ、出場機会に恵まれなかった。2013年1月12日、かつて、 カターニアの監督を務めたワルテル・ゼンガが率いる UAE リーグ・アルナスル SC への期限付き移籍が発表された。日本人では初の中東のクラブへの移籍となった。2012から13シーズンは13試合で6得点を挙げ、AFC チャンピオンズリーグ2013では3得点を決めた。2013年8月、ジェフ・ユナイテッド・市原。 千葉に完全遺跡で加入。J リーグへの復帰は7年ぶりとなった。2014年後半戦には前年、J2 得点王のケンペスから定位置を奪い、第29節から13試合で8得点を挙げる、活躍を見せた。翌2015年には、AS としての活躍が期待されたが、不審に陥り出場数も減らし、わずか5得点にとどまった。 2015年12月24日、川崎フロンターレに完全移籍することが発表された。2016年3月5日の湘南ベルマーレ戦で、J1 リーグ11年ぶりの得点を決めた。2017年9月20日、天皇杯4回戦の清水エスパルス戦では、プロ入り初のハットトリックを決めて、勝利に貢献した。2018年よりアビスパ福岡に完全移籍で、 加入。6月10日、第18節のロアッソ熊本戦では30代初得点を決めて、首位浮上に貢献した。602728677181623、コールスパンイコール29215、25149135、コールスパンイコール2172413、631、コールスパンイコール2千6 7 2 8 5 5 8 2 3 8 7 8 3 2 5 7 4その他公式戦通算コールスパンイコール 2AFC2009 日通算楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。